1日1分で体改革ラクトレゆるすとクラブを使って肩の可動域を広げようということで今回も始まりましたラクトレゆるすとですが今回は肩の可動域ということですね、はい、そうですね、はいクラブを使って肩の可動域を出していきます、はい、では早速よろしくお願いします、はい、お願いしますラクトレゆるすとはい、では早速やっていきましょう。お願いします。お願いします。じゃあ今回ドライバーを使っていきますので、肩幅より少し広めにクラブを握ってください。最初手の甲を上側でいきます。このまますごくシンプルな動きなんですけども、肩をねじっていきます。クラブが水平になるまで目標でいきますね。でこのまま、戻して逆もいきます。こういう感じで。これを交互に繰り返していきましょう。左右差がある感じがします。左右差感じますか、はい、いいですね。そしたら今度手のひら上でやっていくのもおすすめです。これをすることによってまた伸び方が変わってきますので、これも左右差を感じながらやっていきましょう。全然違いますね、伸びるところが。そうですね、はい、硬いところがすごくわかると思います、はい、で今度はクラブを後ろにしていただいて手の甲側前ですね。そのまま手の位置は肩幅より広め。このまま前屈をしていきます。そうですね、腕が伸びるのが分かると思います。はい、そのまま今度逆に手のひらを前で。そのまま前屈をしていきましょう。これもまた先ほどと伸びる場所が変わってくると思いますので、こちらも同様に手のひら前と手のひら後ろ。交互にやってみてください。はい、ラクトレゆるすと。はい、では視聴者の皆さんも一緒にやっていきましょう。はい、ではまずは、手のひらを下に向けて手の甲上でいきますね、はい、肩幅より少し、広めでいきます。この時に肘を伸ばしたままなるべく肩が上がらないようにしっかりとひねっていきます、はい、クラブが水平になるのが理想です。左右差で硬い方が、あると思いますので、そういった左右差を感じながら動かしていきましょう。肘は伸ばしたまま、特に肩の後ろの方ですね、伸びが感じると思います。じゃあ2回ずついきますね。はい。では今度手のひらの向きを変えて、手のひら上で同様にいきます。こちらも肘まっすぐで。はい。肩の前側の方が伸びる気がします。あ、そうですね、ポジションによっては前側も伸びると思います。2回いきますよ。はい、最後、はい、いい感じです。はい、では今度クラブを後ろにしていただいて手のひら前で、はい、肩幅よりちょっと広めでいきます。この時に前屈をしながらクラブを倒していくんですけども、この時に胸から二の腕にかけてが伸びる感じがあると思います、はい、横向きになった時に時計の針で12時以上行くのが目標です。こんな感じで、そうですね、今度は逆に手の甲を前にしていただいて同様に行きましょうか、はい、こちらは先ほどよりも力こぶのあたりに伸びる感じがすると思います。倒した状態で力を抜いて、これも同様に肘を伸ばしたままいきましょう、はい、じゃあ最後にもう一度、はい、はい、いい感じです。大体倒してから3秒ぐらいキープしてから、戻すととてもリラックスできるのでいいと思います。ラクトレゆるすと。こちらをすることによってゴルフではどんな効果が得られますか？はい、そうですね、こちら肩のストレッチになりますので姿勢の改善としてもいいですし、こうダイナミックに肩を回してしっかりとテイクバックを取ってから思い切り振るための、助走をつけるというか可動域を広げるためにとてもいいストレッチになります。可動域を広げることによってこうスイングワークも大きくなりますし、はい、大きなゆったりしたスイングできますよね。そうですね、ゆとりを持ってスイングできると思います。はい、クラブを使って可動域を広げよう。皆さんもぜひやってみてください。またラクトレゆるすとのバックナンバー、もっと詳しく知りたい方はマイゴルフダイジェストまで。